長崎兵器製作所森町工場三菱重工業長崎兵器製作所は1917年から1945年まで長崎県長崎市に存在した三菱重工業の軍事工場通称三菱兵器本校では戦後長崎兵器製作所が軍民転換し誕生した長崎兵器製作所についても記述する 第一次世界大戦開戦直後、海軍の管制本部長であった村上角一は友人で三菱合資会社顧問の武田秀夫に民間資本による巨雷製作所の開設を提案。武田は三菱社長の岩崎久也に相談し、調査の結果、海軍の支援を得て三菱による巨雷製作所開設が決定した。本社による検討の結果、工場を 長崎県長崎市森町の社有地に発射試験場を魚雷の射程や周辺の推進等を考慮した上で長代村の大村湾沿岸部を選定し、1916年7月より長崎造船所の一工場として開設に向けての準備が始まった。1917年3月10日、日本で唯一の民間による魚雷の研究、生産拠点として、 長崎造船所より独立する形で、長崎兵器製作所が発足した。1933年以降は、海軍の度重なる増産要求に比例する形で、工場も順次拡張が続けられ、1942年には、市内北部の大橋町に大工場が完成。翌1943年には日本で最初に、水カヒドラジンを高濃度の加酸化水素で分解させる。 液体、水薬の開発に成功した。終戦直前の1945年8月には、従業員17,793名、月間の魚雷生産数210本を数えるまでになったが、8月9日の長崎市への原子爆弾投下により、施設、人員ともに、甚大な被害を受けて、生産能力をほぼ喪失し、 終戦後の同年11月15日付で閉鎖された。1945年11月の長崎、兵器製作所の閉鎖後、長崎造船所内に臨時の整理事務所が設置され、残存従業員も同所へ転籍の処置が取られた。10月時点で職員、公員合わせて1万8000名ほどいた従業員も、 度重なる人員削減により年末には900名程度まで減少した。残存従業員らは残務整理に携わる傍ら機械設備の保全や施設の維持補修に尽力した。長崎兵器整理事務所は民需品の生産で軍民転換を図った上で工場の創業を続ける方針を固め、同年10月より民需品の生産に着手した。大橋工場では 魚雷製作に用いていた鉄板と損傷の少なかった機械を用いて、フライパンや鍋、釜、製粉機等の生活必需品を生産し、長崎県や長崎市を通じて一般に販売。道崎工場では魚類の加工や肥料生産、有給船舶による大村湾での海上輸送事業を開始した。同年12月には、占領軍長崎司令部に軍需生産から、 民主生産への生産転換を申請し、翌年1月に許可された。重工本店も民主転換を達成した努力を認め、旧長崎兵器製作所は1946年11月15日付で、長崎正規製作所として再発足した。その後は、鉄道部品や後期、船舶部品等を生産したが、事業所としての経営状態は芳しくなく、 経営合理化の観点から1951年7月1日付で、長崎造船所に統合され、職員、工員ら1149名や、機械設備1557台は同所に引き継がれた。1917年、長崎市森町に、魚雷の生産、組み立て工場として、森町工場と、組み立てが完了した魚雷の発射。 調整試験場として、西園義軍長代村に、銅崎工場が開設された。その後、海軍からの度重なる生産増強要請に応える、形で、1942年、長崎市大橋町に大橋工場が開設されている。大橋、森町の両工場は原爆により甚大な被害を受けたが、前述の通り残存従業員、工員らによって、 順次復旧された。長崎正規の長崎造船所との合併後、大橋、森町の両工場は閉鎖され、人員は長崎造船所に引き継がれた。その後、森町工場跡地には長崎市中部下水処理場が、大橋工場跡地には長崎大学の学芸学部が設置され、校舎は現在道大学の文教キャンパスとなっている。太平洋戦争末期。 長崎兵器は海軍の指令により大橋、森町両工場の約半数の工作機械を長崎市立商業学校、国道氷見トンネル、住吉地区の住吉トンネル工場、元原地区の半地下工場、事務所城山、山里国民学校、長崎市販学校といった市内の教育施設に分散疎開させていた。原爆では松山町の爆心地から 1> 南 1.4km に位置していた森町工場と北 1.3km に位置していた大橋工場で人的、物的ともに甚大な被害を受けた。被爆直前の時点で大橋、森町の両工場及び各疎開工場では職員や工員として徴用工や動員学と女子停身隊員ら17,792名が在籍していたが、 東原強志蔵所長を含む2273名が死亡、5679名が重軽傷を負った。学校工場が置かれていた、私立商業学校と長崎市販学校は、全社で108名、校舎は54名の同院学徒が犠牲となった。その他にも、県立高等女学校、鎮西学院、慶保中学校、県立工業学校や、鹿児島の、 第七高等学校増資館といった県内外の学校から動員されていた数多くの学徒が動員先や寮で亡くなった。その他、旧大橋工場正門近くに同工場の用地買収の際に建てられたとされるコンクリート製の標柱が残されている。ありがとうございます。